ウェブサイトササルの女性ライターと美容のプロが語り尽くすササル座談会、テレビ放送の未公開シーンを加えた完全版でお送りします。目元ってやっぱり二重もちろんだけじゃなくて、さっき言った表情もやっぱりあると思うんですよね。なんか気にしすぎて、はい、笑わないって決めた時があります。本当ですか？まあ、そうですね、極端に言えばそういうことですね。この座談会に参加するのはササルのライター山中亜美さんと、同じくササルのライター野口亜美さん、そして美容のプロである品川スキンクリニック札幌院小林院長が二人の悩みにアドバイスします。今回のテーマは目元の印象について。今マスク社会ですよね。ちょうどコロナだいぶ落ち着いてきたといっても、まだまだやはり予防っていう観点でマスクしてて、どうしても引き立つ場所って目元だと思うんですけど、皆さんどうですかね、目元、口元。確かにマスクしだすと、はい、もう目と眉毛しかないじゃないですか。 だから、ね、目の印象しか、もう判断材料がそうですね。できないですから、はい、なんか私は日によって目元がちょっと腫れぼったいなっていう人、はい、はっきりしないなっていう人、パキッていう日で、はい、結構まばらなので、それが今私の悩みですね。それ一定にしたいなっていうのは右目と左目の大きさがもう自分の中だけなんですけど、うん、違うことが、はい、結構気になってて、はいね、目元に限らず骨格って左右全く一緒やっぱりないんですね。まあ、シンメトリーってよく言いますけど、本当に少ない数でいらっしゃるっていうのは聞くんですけど、通常はやっぱり見ていくと、それは鼻の角度も左右にちょっとずれてるとか、あと今出てる目元の大きさとか二重の形とか、あ、もっと言うと垂れ目とか吊り目とかのちょっとした角度もやっぱりちょっと違うんですね。はい、日内変動、朝と夜でちょっと変わってしまうとかっていうのは、具体的には朝って寝て起きると顔ってやっぱりむくんでますんで、そうですね、足元は朝はすっきりしてて、で夜になると逆に足がまあ当然むくんで、それはまあ立ってるんで水分が下の方に行って、で逆に顔の水分は減って顔はこうすっきりして、目元くぼみ目がある方なんていうのは朝調子いいんだけど、夜になると顔の水分が減っていくんで、それはまあ立ってるとどうしても重力の影響で水分って下に下がっていく、はい、まあ、当然足がむくんで足きつくなってきますんで、で逆に顔元目元とかはちょっと痩せてくるんで、要はクマっぽくなったりとか、あとは上まぶたでいうと、くぼみ目が出てくる方はそれが影になって疲れて見えて嫌だというような、そのどうしようもない日大変動っていうのもあるんですけど、はい、ただまあそこに対しては例えば睡眠時間なるべくしっかりとりましょうとか、徹夜とか不規則な生活をやめましょうってした方が、おそらく目元の調子はいいはずなんですね。で逆にむくみすぎると目パンパンになるっていうのは、よくお酒飲みすぎたりとか塩分多いものを食べたり、あとたくさん寝すぎちゃうと目元ちょっと腫れぼったくなるんで、まあ、その辺を節制したりコントロールするとちょっと調節できるかなというようなお話ですね。今まで上まぶたとか周辺のところお話出たんですけど、下まぶたの印象っていうのも大事だと思うんですが、私書いてます、はい、涙袋ですね、うん、そうですね、目元の印象、はい、疑似です、ちゃんとあるように見えます、うん、ぷっくりしますよ、はい、これメイクですか？メイクです。これ撮ったら何もないんですか？でももともとちょっとあるのかもしれない、そうですね、あるところにメイクしてよりパチッと見せてる感じですね。あ、でも先生、はい、僕もちょっとあんまりないんですけど、こうやったら出る感じ。涙袋ってもともと眼輪筋って目の周りにあるこの筋肉の厚みがこうキュッと収縮すると出やすいような、はい、そこの部分に陰影っていうか、そうですね、って書いて、はい、なんかすごく入れると難しいって、難しいっていうか、そのバランス、形作るのが、うん、確かにメイクでこう描くこともできるし、うん、まあ、できれば何もないつるんのところにメイクだけ描くとやっぱり描いた感が出ちゃうので、うん、まあ、それはそれで、まあ、いろんなメイクの技術あってできるのかもしれない。できれば少し最初の立体感、もし今涙袋がそんなに出てない方はちょっと立体感を作って、でそこにまあメイクをのせるっていうのが多分今できる正解で、やっぱりある方が大きく見えるんですか？はい、そうですね、うまくメイクがしやすくなると思います。これも好みで、ホルモンタンクなんてよく
言われてたんですけど、やっぱりこうセクシーな感じでプリッとしてこうみずみずしい感じにも見える一つ、あの上まぶたの二重がこう幅として上側にあるとしたら、下まぶたにも少し幅を持たせるような、まあ、下の二重なんていうとちょっと言葉が変わってきますけど、要は縁取り効果でやっぱりパチッとも見えるんで、あのそこは一つ。ただこれもやっぱり好きな人嫌いな人いて好みだとは思うんですよね。涙袋っていうのは膨らみなんで、その下には影、黒い線が1本どうしてもできちゃうんですよ。あの逆に言うとメイクだと多分その下に影を1本つければ涙袋に見えるんで、それで縁取り効果、それがあると聞こえると、なんかさっきお話したクマっぽい感じがしたりとか、疲れて見える線になることもあるんで、ギリギリのラインですよね。 そうですね、それは綺麗なお肌に若々しくぷくっていうんだったら綺麗ですけど、はいはい、ね、シワじゃんっていうかクマじゃんみたいな、ね、下に下がってきたりとか。あ、そうですね。ただあの今医療でそれこそクリニックとかでも、涙袋をヒアルロン酸って膨らますようなアイテムでちょっと形作ることもできるんですね。でこれもさっきの話に続きますけど、あんまりそれだけで本当にぷっくりさせようとしすぎちゃうと不自然さが出たりとか、あとヒアルロン酸も重量なんで、あの多少の重みがありますから、顔の中に入れたものも重力の影響を受けて、最初そこに綺麗に入っててもじわっと広がりながら、広がる方向はやっぱり下なんですね。ってことはあんまり頑張って入れすぎると、最初すごくいいんだけど、時間の経過とともにこう下にこう下がって本当にクマっぽいような、としたらやはり正解は、興味あったらベースはちょっとその膨らます注射とかでお手入れして、そこは欲張らず、そこにまあメイクをして、メイクでそこを際立たせるというような付き合いをしていくと、ちょっとやってみて見たい見たい。やるそういうのが、さっき後々は年取ると涙袋もクマの原因になったりとか気になる方いますよってお話しましたけど、ヒアルロン酸基本は吸収されて最終的になくなっていくものだったり、あと本当に気になってなかなかなくならないとなると、溶かすような分解する注射もあるんですね。あともちろん絶対全部溶けるんですかっていうところは別で、普通は溶けてすっきりさせられるんで、まあ、そうなるとむしろ本当にあって今いいけど将来的に心配っていう方よりも、今お二方とももうちょっと欲しくてメイクしてますとか、ないんですっていう状況は決して悪くないというか、はい、そんな気もしますね。将来的には今はまあそれはそれでメイクしたりとか、まあクリニックでちょっと膨らみ出したりとかっていうのを楽しんでもいいのかなっていう気はしますけどね。目元ってやっぱり二重もちろんだけじゃなくて、さっき言った表情もやっぱりあると思うんですよね。で、あのよくシワって年とともにって言いますけど、まあ、眉間とかおでこのシワなんていうのは当然年とともにですけど、目元で言えば目元って一番あるのって笑った時の笑いじわですよね、はい、これも年とともにやっぱり深くなって増える方が多くて、ただ笑いづらく表情じわを抑えるってことは笑うの自体を抑えてくるんで、ある意味笑顔はちょっと硬くなるんですね。だその辺はこううまい妥協ラインというか見つけなきゃいけなくて、なんか気にしすぎて、はい、笑わないって決めた時があります。本当ですか。まあ、そうですね、極端に言えばそういうことですね。そう、めっちゃそうですね。なんか急に指摘されて、めっちゃ目尻シワ入ってるよって言われて、なるほどですね、20代の時ね、はい、それでもうずっとこうやって生活してもう絶対笑わないみたいな。笑顔が硬くなるからやっぱりそれは取っといた方がいいよっていう話が出ることがたまにあるんですけど、ここに、はい、そのシワのところに、はい、何かこうヒアルロン酸とかボトックス、そうですね、ちょっと表情を抑えるような薬とかを入れる。そうすると、はい、ではうーってなっちゃうんですか。若干それもそのこの薬の量でこれぐらいっていうのは決まってないんですけど、やっぱりその方にはこれぐらいでちょうどいい。あ、もっと言うとその表情の違和感っていうのも個々の感覚なんで、よくあるのが僕らが見てもすごい自然に笑えてて、シワも少なくてもう大成功いいですねって言おうとしたら、先生なんか引きつってます、え、どこがですかみたいなこともあるんですね。逆にすごい突っ張った、これ効きすぎでちょっと気にされてるかなと思ってちょっと声かけると、あ、もうすごいピッと良くなりましたと、ありがとうございますって、まあ、そこは本当に個々の感覚なんで、笑顔ってシワじゃないっていうのもちゃんと理解しておかないと、何でもシワを消すって表情じわ消すイコール表情がちょっとなくなるから、それも困るっていうのもその加減の問題だと思うんですね。だからそこそこ悪い、だからさっき言った笑うんだけどシワが出ないぐらいで笑えれば一番よくて最高。そうですね、
でその辺をちょっと薬とかで調節していければ、はい、でその辺をまあやっていくのもまあ本当は皆さん楽しみながら目元と付き合うというと、メイクもその一つだと思うんですけど。